毛利元もは、江戸時代後期の大名。長戸国長府藩11代藩主。第10代藩主、毛利正義の長男として、江戸で生まれる。母は、法主院。完成4年、父の死去により後を継ぐ。武芸や儒学を奨励して、藩校経営業間の充実や有能な人材登用に、努めた。しかし次第に、 反省から逃避し始め、もともと優れた才能のあった絵画に溺れて、反省を帰り見なくなり、犯罪性を極度に悪化させた。文政13年9月、長州本藩の江戸屋敷を訪れて、異界昇進の幕府に対する取りなしを申し入れる。同年11月、本藩は、老中、水野忠明に元吉の異界昇進の内願書を提出するものの、 この年の昇進は実現しなかった。天保五年十二月十六日十四日下に昇進するが一代限りとの申し渡しを受ける。天保十二年九月二十一日、三男の元運に家督を譲って隠居し、天保十四年四月五日に江戸において死去した。去年五十九、四角馬顔に支持した教科氏であり、清本節。 梅の春を作詞するなど文化人としては高く評価されており、元吉の大の調布では、蚊の邦外や諸葛派古景、渡来東明といった多くの文化人が生まれている。また、共和元年には、調布藩の御用絵師を、蚊の、笹山、渡来、諸葛の四、家とした。ありがとうございます。